はい、皆さんこんばんちは。昨日の動画に皆さんのたくさんのコメントと意見、ほんまに大きにありがとうございました。まあ、近々名前もアイコンも変わると思うので、引き続き応援お願いします。まあ、Vlog もな、海外のことについてのショート動画で作っていこうかなと思いますね。あとゲーム実況なんですけど、僕の家実はテレビがないんですよ。っていうのも、テレビ置いてると、まあ見てると、もう金は取れるんですよね、NHK みたいに。年間2万3000ぐらいで、めちゃめちゃ高いんですよね。まあ、YouTube と Netflix なら全然問題ないんですけど、こうテレビ見るだけでもうめちゃめちゃお金取られるんですよ。ほんで、それ契約する必要があるんですけど、それ契約せずにテレビ見てたら罰金がえげつないんですよ。もう15万ぐらいです。あとは僕、プレステ持ってないんですよね。そのやっぱ難しいんですよね、そのゲーム実況をするにあたって、プレステとかないと。まあ、なので、しばらく iPhone を使ったゲームの、実況になるかなと思います。っていうのも多分 Apex マブラでも確実にいますね。あとはなんか COD モバイル2もなんか出そうみたいな感じがあるので、まあそれも結構楽しみなんですよね。ということで今回もランクマッチ見ていきます。まずマップはスラムですね。ショットガン使いにとったら結構地獄なマップですよね。相手に待ちない人がおれば、まあまあ結構ね、厳しいんですよ、ね、ここは。ただショットガンのポジションさえしっかり取れば、もうここはもうキルし放題なので、マジで強いですね。にしてもこのタイプのレジェスキンめちゃめちゃキルスピーやばない。ほんまもうえげつないねんけど。ほんまいろんな武器にペイトウィン武器作って、まあ、ショットガンには全然使わないですよね。レジェンド迷彩さえ使わないし、ほんまその辺ちょっとちゃんとしてほしいですね。まあ、まずペイトウィン自体がほんまおかしいんですよね。もうそれ課金ゲーやったらもうマジでもう終わりっすよ。もうどっかのソシャゲの金持ちには絶対勝てないみたいな。ただこのゲームの言うところは敵の武器を拾うってことなんで、まあ、全然いいですよね。ショットガンの心得その1、武器を拾う。やっぱね、ショットガンだけじゃ結構きつい場面がめちゃめちゃあるんでね、AR とか SMG 拾って、まあ、遠距離も対応していくっていうのがめちゃめちゃ必要ですよ。そう、このいろんな選択肢を持つプレイスタイルこそが最強なんですよ。近距離、中距離、遠距離全部強い。もう環境武器さえ拾ってしまえばもうこっちもんですよ。まあ、ちなみに僕はこれ、桃太郎作戦と呼んでます。というのも、桃太郎って一人じゃ鬼に勝てないやつなんですよ。自分の欠点プラス自分より強い敵に立ち向かうために、まあ、仲間を集めて戦っていくっていうね。まあ、これこそが最強っすね。AR 使いが AR 拾って二刀流でやっていくっていうのはまた話は別ですよ。絶対俺に勝てなーい。ゲームの環境、マジでショットガンきつない。もうタイプにしろ、M13 にしろ、ほんまプラットストローついてるから、マジできついんですよね。ただでさえスピードアップキル弱体化されて、もうめちゃめちゃきついのに、さらにプラットストローつけて足を起こさせるって、もう、全くショットガンやったりして、ド S な。いや、ほんまに今の環境でショットガン使ってる人、ほんま尊敬しますよ。昨日すればランクマッチもあってて、まあ、ショットガン使ったんですけど、味方に。で、そのショットガン使い、実は、HS0206 でしたっけ、あの3連射の。あれ使ってたんですよね。もう3連射でバン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 うるさいわーって感じやし、ほんま全然キルもしてないしね。この環境でその武器使うんかーって感じで見てて、ちょっとほんま面白かったですよね。いやー、複数タイムほんま勘弁してくれ、マジで。てか、下手しいこれ複数じゃないかもしれないな、これ。ああ、やっぱり、これね、ほんまガチで2対5なんですよ。味方3人マジで終わってます。もうほんまに死にに行くのだけはやめてくれ、ほんまに。餌与えるのだけはやめて、どん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 自分たちの首絞めてるようなもんなんですよね、ほんまに。ただ、俺は絶対に最後まで諦めません。マジで勝利をつかみに行きます。いやー、ここで勝ちたい。これで勝ちたい。よっしゃーい。まあ、近距離はやっぱりね、SMG でもなくて、AL でもなくて、もうショットガンなんですよ。ちょっといいポジション取れたから、ちょっとここで勝っていくか。味方が今のうちにちょっと B 取ってくれたら最高なんですけど。はい、ワンカットしてんの。もう一枚切れろ。はい、レジャータイプ。いや、その動きはもう環境武器に甘えすぎなんよ。キャラコンとかちゃんと入れていかんと、勝てないっすよ。まあ今のがもう環境武器に甘えてる人の典型的な例ですよね。あいやいやー、こっちも B 死守したいな。ちょっと、やばいぞ。これやばいぞ。やばいぞ。確実に。よし。からの強ポジに入っていって、さらにここでリスガリしていくか。いや、ほんまにこのエリアにショットガンがおるだけで、マジで敵ってマジで何もできないんですよ。で、僕ももうちょっと味方に上がってほしいので、ここはちょっと熱くかけてますね。これは勝ちたい。よし。勝手なしおるな。お、二人か。やっけーい。ん？あ、出たよ。スキルいらねえ、ショットガンってね。久々の暴言行きましたね。もう1ヶ月ぶりぐらいですよ。いや、ショットガン使いに暴言吐くイコール、お前うまいぞって言ってるようなもんなんですよ。だってショットガンって、巻いてる時にしか輝かないですから。ただ、ダイヤモンドみたいに輝いてる人を輝いてる回数が少ないから、こうやって輝いた時に、めちゃめちゃ脚光を浴びるんですよ。僕も反応してますね。じゃあ使えやって感じで。いや、ほんまこの通りなんですよ。誰にでも使えるショットガン使って環境武器に持ち勝てるんであれば、使えばいいじゃないですか。だってみんな貸したいから環境武器とか、ぶっ壊れな武器使ってるわけじゃないですか。で、楽に貸したんやったらなんでショットガン使わないんですか？使えないからですよね、それって。
いやーほんまもろいわ。いや待てなく言うとるボットいやボットにキルされてどないすんねん。いやタイプよりマシですよーと。いやもうこれ A さえ守れば勝ちやからな。 B もちょっとこれ守りたいけどきついな。これはちょっときついな。2人だけ戦ってるのもやからな。マジでもうよこれ前線してるわ。またなんか言うてるやんこいつ。違う違う。こいつもうぶっ飛んでんなマジで。もう全キル速度ができてレレルもできちゃう武器とかほんま害悪っすよ。いやお前タイプ使ったって何言ってんねんの話なんですよね。ただお前が無知なだけっていう話なんですよね。いやー2対5よかったわこれマジで。いやーこの勝ちは気持ちいい。何言われようがもうこっちの勝ちなんでね。まあ環境武器使ってて負けるのはもう恥っすよ。